岸優太平野ヒラ神宮寺優ジングの新グループ、ナンバー I YouTube チャンネル開設を発表。音楽活動や日常の一端をファンへ。新グループ、結成岸優太平野ヒラ神宮寺優ジングージユー YouTube 開設を発表。日本のエンターテインメント界において、新たなムーブメントが始まった。 滝沢秀明氏が設立した会社、とべ、が、新グループ、ナンバーアイ、読み、ナンバーアイ、の結成を発表し、その一環として平野紫耀、神宮寺勇太た、岸太の3人が YouTube チャンネルを開設することを報告した。この驚きの発表に、ファンは大いに期待と興奮の声を上げている。YouTube での新たな挑戦。平野紫耀、神宮寺勇太 シユうといえば、これまでジャニーズ事務所として活動してきたトリオ。しかしながら、彼らは新たな可能性を探求し、ファンとのコミュニケーションを深めるために YouTube に挑戦することを決断した。この日、ナンバーアイとしての活動を発表した3人が、YouTube チャンネルを開設することも明らかにし、その中で、彼らが YouTube で提供するコンテンツについて語った。 平野紫耀は、普段はなかなか見ることのできない、音楽活動の舞台裏や、ダンスレッスンなどを YouTube を通じて、ファンにお届けしたいと思っています。と述べました。一方、岸優ユタは ASMR に挑戦したいと告白し、神宮寺ユ太タからは、騎士くんが食べたいだけじゃないのという質問が飛び出す一幕も、平野紫耀も笑いながら騎士にツッコミを入れ、騎士くん、 昔からその癖があるよ。仕事をいい意味で利用して、ただで美味しいものを食べようとして笑い、とコメントしました。騎士はこれに対して利用できるものは利用しないとね。自分たちでも楽しめたらいいですよね、と笑顔で応じ、ファンたちを笑顔にさせました。 平野紫仕様は、楽曲がファンの手元に届くまでの過程を共有したいと願っており、神宮寺ゆ太も独自の企画について語りました。神宮寺は、騎士くんを終え、という騎士への提案をし、365日密着した企画を実施してみたいとの意向を示し、3人の関係性や、一人一人の個性が、YouTube を通じて映し出されることを願っています。 いろんなことを配信していくので、ぜひ楽しみにしていてください、とファンに呼びかけました。なお、YouTube チャンネルの解説についての詳細情報は飛べ公式 SNS にて発表される予定とのことです。岸優太のジャニーズ事務所退場。一つの話題として注目されているのが、岸優太のジャニーズ事務所退場に関する情報です。 キ優ユタは1995年9月29日に埼玉県で生まれ、2009年7月20日にジャニーズ事務所に入所しました。そして、2018年5月23日にはキング・リンチェとして CD デビューを果たしその活動が多くのファンに愛されましたた。しかし、2023年5月22日にはメンバーの平野市要、神宮寺ユ太タと共にグループを脱退。 平野紫耀と神宮寺ゆ太たは同日に、飛べ、に合流し、新たなステージに進んだ一方で、岸優太たは9月30日をもって、ジャニーズ事務所を退所したことが明らかになりました。この退所については、多くのファンが驚きと別れを感じつつも、新たな道を歩む岸優太たに対する応援の声を送っています。 岸優太自身も新たな可能性に向けて前向きな意気込みを示しており、その今後の活動に注目が集まっています。トべとは、飛べ、飛びは滝沢秀明氏が設立した会社で、多岐にわたるエンターテインメントプロジェクトを展開しています。 トベは滝沢秀明氏の新たな挑戦の場として、多くの若手アーティストたちにとっても新しい扉を開く場所として注目を集めています。今回のナンバーアイの YouTube チャンネル解説も、その一環としてトベとの連携を強調したものと言えるでしょう。岸優太・平野志ラ神宮寺優太による新グループナンバーアイの YouTube チャンネル解説は、 彼らの新たな一面をファンに披露する機会となることは間違いありません。ファンの間では早くも熱い期待とともに、今後の彼らの活動に対する大きな注目が集まっています。この驚きの発表に対して、ファンからは大きな歓喜と期待の声が上がっています。SNS 上では、 彼らの新たな挑戦に対するサポートのコメントや YouTube チャンネル解説を楽しみにしているという声が多数見られます。特にキシ太タの ASMR への挑戦についてはファンからは興味深いコメントが寄せられており、彼の新たな一面を楽しみにしている様子がうかがえます。 一方で、岸シユタがジャニーズ事務所を退所したことについては、多くのファンが驚きと共に寂しさを感じているようです。彼のジャニーズとしての活動に対する愛着や、彼の持つ才能に対する期待が感じられるコメントが目立ちます。しかし、彼の新たな挑戦に対する応援の声も多く見られ、彼の今後の活躍を心待ちにしているファンの姿が浮かび上がります。 No.I. の YouTube チャンネル解説を機に、彼らはより多くのファンとの交流を深めることが期待されます。彼らの音楽活動や日常の様子を通じて、ファンは彼らの新たな一面や素顔に触れる機会を得ることができるでしょう。さらに、トベとの連携を通じて、彼らはさらなる可能性を広げ、新しい挑戦を展開することが予想されます。 岸優太、平野紫耀神宮ヨウ、ジの新たな道は、彼らが描く輝かしい未来へと続いています。ファンの支持を背に、彼らはより多くの人々に希望と感動を与えることでしょう。今後の彼らの活動に目が離せません。彼ら